はいみなさんこんにちはレクセニン講師の荻原ですただいまから2019年司法書士試験、えー、記述式問題20問を解いて論点を網羅する講座をご紹介いたしますまああのパンフレットでねこういうのがあるんですよ長いタイトルなんですけどまあ読んで字のごとくそのまんまなんですね記述式問題20問解きましょうとで。 当連の解説じゃないです。問題は皆さんに解いていただいてで解説冊子もありますので復習をしていただいてでその上でその論点をですね元にして、えー、不動産投機と商業投機の卓越・記述論点をできる限り網羅していこうというこういうです、ね、インプットの講座です。 で講義時間がですね3時間まああの弱ですね前半85分後半85分という設計になってましてこれ問題演習の時間じゃないです講義の時間です前半が不動産登記85分で後半が商業登記85分ですで使うのがですね20問解くわけでこの解く問題っていうのが生鮮等連のですね品質論点記述編1回から10回まであります でこれとあと、製本できてないんですけど、えー、レジュメ、テキストですね、えー、これがあ全部で何ページだろう、600ページはないかな、えー、そうですね、500ページ弱くらいのですね、えー、レジュメ、この2つで講義を進めていきます。 でなんでこの二十問解いた上で論点を網羅しようとしているのかというこの意味をですねお話ししていきたいんですけれどもその普通にねその記述問題のです、ね、論点を講義で聞いた場合とそれから皆さんがある論点について疑問に思ったり ですね、その論点ああこうだったというふうに納得した上でその論点に関するです、ね、より深い理解であるとか派生論点似たような論点これをです、ね、広げて講義を受けた場合とどちらが実力をつける効率がいいかっていかう話なんですもちろんねその講義を受けた内容を全て理解して全て覚えていくというです、ね、その大変さをですね えー、きちんとこなしていただけるというのであるならばどちらの講義内容であったとしても皆さんは実力がつくでしょうところがこれ相当時間かかるわけですよね。で、えー、司法書試験の学習もちろん択一論点。 たくさん学習しなければいけませんし不動産登記と商業登記だけやるってわけではなくてもちろん民法であるとか憲法、刑法であるとか会社法その他訴訟法ですねこういったものも学習しなければいけない限られた時間の中で、えー、記述の力をつけていかなきゃいけないということを考えた場合やはり効率のいい学習方法をとるべきだろうということです。 ですから皆さんにまずご自身の頭の中で問題提起をしていただきたいでその上でそこに関する派生論点であるとかバックボーンになっているようなです、ね、論理これに触れていただきたいということです。ですからまず皆さんに問題を解いていただきその上で論点を抗議して、えーはえー、網羅していこうということになるわけです。 でこの時にねそのどの問題を皆さんに解いていただくのかということを考えたときに今年の本試験に向けて出題可能性の高い論点をですね不足なくですねしかも学習レベルとしてちょうどいいレベルで網羅しているようなそういう答弁はどれかということです。これが ちょうどいいのが品質論点記述編。全部で10回あるんですね。不動産投機と商業投機が1問ずつですね、第1回から第10回まで、えー、入ってます。ですからあですね、全10回の品質論点記述編で、不動産投機10問と商業投機10問、この問題を解くことができるわけです。で、論点のかぶりはほぼありません。 絶対にないというわけではないんですけれども論点の被りがほぼないで、しかもかなり広い範囲の論点を網羅しているそういう答錬なんですその上で単に論点を網羅するために作っているのではなく近年の本試験の記述問題の傾向を踏まえて今年 2019年の試験で狙われてくる可能性が高いであろう論点を全て網羅できるようにそのようにです、ね、問題設計をしている東連が品質論点記述編なんですでこの「品質論点記述編」の正規の講座ですね問題を解いてその問題の解説その問題についての 解説をですねするというのはこれは荒川講師がですね、えー、担当している品質論点・記述編の答弁と解説というこういう講座はあるわけです。で、えー、皆さんにですね、えー、お配りをするこの品質論点・記述編の問題と解説冊子はそれと全く同じもの全く同じもの。 ですからです、ね、通常の討論で受け,ら受,けて受けられるこの品質論点記述編、本試験対策としてです、ね、え今年の本試験を狙って、しかも重要論点を全部網羅してやるで、10問、不動産登機と商業登機があるその問題を皆さんに解いていただき、それの復習は解説冊子でご自身でやっていただくことを前提に、プラスアルファの論点を そですね。皆さんにお伝えしていこうというのが今回のこの講座なんですえー、20問解いて論点を網羅するというこういう講座です。<laughs> これがこの講座の狙いなんですね。で、講義のスタイル進め方なんですけれども、も、えー、前半がですね。85分不動産登記で後半が商業登記85分です。 でこの前半のところでですね不動産登記の問題二問分扱いますで後半の商業登記の方でも問題二問分の論点は扱いますなんでかっていうとこの講座ですね全部で5回なんですね品質論点記述編は10回分ありますでこの10回分の品質論点記述編のですね論点を 全5回の講義では使おうというわけですから当然ですね1回あたりこの講座1回あたり品質論点記述編をですね2回分使うということになりますですからまあ、ここに第1回と第2回の問題があるんですけれども皆さんがね、えー、このまず品質論点記述編の第1回の問題まああの ざっくり開けますけどちゃんとは解説しないですよ第1問ってあるのがこれが不動産登記の問題 <laughs> 不動産登記の問題なんですねで、えー、第2問というふうにあるのが商業登記の問題です本試験がそうですよね本試験が第36問があー不動産登記で第37問が商業登記です同じようにですねこの品質論点記述編は不動産登記1問商業登記1問で構成されています <laughs> えーっと回答のボリュームも細かくはちょっとご覧いただ,かいただけないんですけれども見ていただきましょう、ボリュームですね、これ不動産投機のですね回答欄、模範回答です、いいですか、まあ、ここまでですね、このくらいのボリュームで不動産投機ですね、1、2、3、4、5件のお申請ですね、えー、を回答していただきます。 で商業登記の方もですねちょっとあのマーカーで色ついちゃって申し訳ないんですけれども結構ボリュームあるでしょうこれ回答欄模範回答ですよ、ね、で、えー、登記することができない事項なんかもありますからこのくらいのボリュームで1回分のですね、えー、不動産登記と商業登記の1問ずつの品質論点記述編があるわけですこれの2問分これの2問分をこの講座の中ではですね1コマの講義の中で 扱っていきますでその扱っていく際に講義をするレジュメがこれですね。え、製本かかってなくて申し訳ないんですがえっと不動産登記ですねえ、目次からありまして不動産登記が全部で300ページ弱ですね270何ページ分になってますで目次から入りましてで、えー、かなりですね1ページあたりの密度が高いですねこういうレジュメになっています、えー 具体的な例がありましてひな形があってで解説があって、えー、この登記の申請によって出来上がる登記記録も一セットで一つ、えー、つの論点についてて記載してあります実態判断と実事実関係とおそれに関する解説とひなと登記記録が一セットずつですねそれぞれ、えー、あるというですねこういうレジュメです。<laughs> でこれでですね、その品質論点記述編の2回分のね論点を85分でお話をしていくということです。で、単にこういう論点が出ましたよねということをお話ししていくことはしません。そうじゃないです。それであればですね、それぞれのですね品質論点記述編の解説冊子を読んでいただければ。 実際の出題論点についてはこういうふうに考えて結論はこうなんだということが分かるようになっていますですからこの講座で狙っているのはそのもうちょっと先もう一歩先なんですもう一歩先というのは今回出題された論点はですね、ある A という論点なんですけどこれの派生論点として B というのがあるよねで、これも出る可能性があるから A だけではなく B も知っておきましょう。で違いはこういうところにあるんですよですとか A という論点や B という論点の元になっている論理的なあですね大元の考え方はこういう考え方ですだから A という論点も B という論点も同じように導けますよ結論は違うんですけどねというようなことをですね講義していきます。 個々にバラバラの論点について解説講義がなされるというふうに見えるわけです例えばなんですけれども1回目のところではです、ね、所有権保存登記名変登記当権の設定登記定権の設定登記や定登記の抹消登記がです、ね、あと売買だったり時効だったりという論点が不動産登記のです、ね、品質論点の1回目と2回目で出題されています。 これらの共通のです、ね、論理構造であるとかプラスアルファの派生論点を単に抗議していくとです、ねまあ、単にその講義を皆さんが答練、えー、を受けずに聞いてしまうと <coughs> いろんな話あちこち飛んだです、ね、講義を聞くということになってしまうこれは学習効率がむしろ下がるんですね。で学習効率を上げるためには先ほど申し上げたようにまず問題を解いてください。 不動産投機と商業投機1問ずつ入った品質論点の第1回目の問題と第2回目の問題をそれぞれ解いてからこの講座の第1回目の講義に臨んでください。そうするとですねまず皆さんが品質論点記述編の答案練習会で答練でですね問題を解いてあ ここの論点はこうだったとかここ間違えちゃったとかここはあなるほどこうなっているんだというふうに意識が向いた状態でプラスアルファの話を聞くわけです。そうするとそこの論点の定着が強まるとともに派生論点も私よく意識レベルが上がるっていうんですけれどもそこに意識が向いた状態で派生論点を聞くことによって効率よく力をつけていくことができるわけです。で 品質論点、基編の論点は、 基本的に被っていませんという話をしました。絶対に被ってないわけじゃないんだけれども、基本的に被らずに、えー、様々な論点を盛り込んで、今年の本試験用に作ってやる。ということは、それを元にしながら、ですね、周辺の派生論点をですね、講義していくと、一個一個の第1回、第2回、第3回という講義、単独で見ていくと、それぞれ論点があちこち飛んでいるように見えながら、5回分全部割ってみると、一通り全部、網羅です。 できていますよということですですから順番通りには1ページから講義をしていくのではなくて皆さんにまず問題を解いていただき意識をそこに向けていただいた上で論点を網羅する形で5回分で講義をしていこうというのがこの講座の狙いになりますえぜひ期待してですね受講していただければと思いますご清聴ありがとうございました